ます。白雲橋をくぐりましたあたりから向こうに見えます明治橋あたりまでの景色は映画やテレビにもよく利用される景色でございまして、料理旅館京四郎やお布団で有名な西川商店本店西川甚五郎亭と続いております。西川甚五郎亭は八幡堀からまた表通りから眺めていただくだけでも、お江戸日本橋八幡大店と言われた様を感じていただけると存じます。日本橋八幡の大店と申しますと、他に堀五郎兵衛や扇屋、伴正右衛門などが有名でございまして、近江商人を代表する方たちが盛んに行われ、製品はひとたび八幡堀を利用